マルティン・マックスは、ポーランド、タルノフスキエグルイ出身の元サッカー選手、元ドイツ代表。選手時代のポジションはフォワード。息子のフィリップ・マックスもドイツ代表のサッカー選手である。ボルシア・メンフヒエングラートバッハでキャリアをスタートさせたが、出場した144試合で22得点。1994から95シーズンには20試合無得点が、続くなど成績はあまり振るわず。 シャルケ・レイオンへと移籍する。そこでは1996から97シーズンに UEFA ヨーロッパリーグを獲得する。1999年に TSV1860 ミュンヘンへと移籍し、2度の得点王に輝いた。2003年にハンザ・ロストックと契約を交わし、35歳にして自身最多記録の20ゴールを挙げ、 得点を争いで3位となるなど奮闘。その翌年に現役を引退した。ドイツ代表としてのキャリアは2002年4月17日のアルゼンチン戦で84分に途中交代で入った一度のみである。33歳にしての代表初出場であったが、その試合で自身は得点をすることができず、0から1でドイツ代表が敗北を起死した。ありがとうございます。